加藤一郎は日本の法学者、弁護士。医界は寿三位。薫陶は薫一陶。学位は法学博士。東京大学名誉教授。学校法人成城学園名誉学園長。日本学士委員会員。横浜経済専門学校講師。東京大学法学部教授。東京大学法学部学部長。東京大学総長。学校法人成城学園学園長などを歴任した。東京府出身の法学者であり、民法を専門とする。東大紛争時の東京大学総長としても知られる。厚生労働大臣などを歴任した小宮山洋子は、地娘。参議院議員として自由民主党に所属した青木和夫は学府。実父は東京税関理局長や北海道銀行頭取を、勤めた大蔵官僚の加藤盛和。東京生まれ。地元である成城の旧制成城高等学校尋常科、高等科に在籍し、成績優秀で1年の飛び級を果たした後、1941年、東京帝国大学法学部政治学科に入学する。太平洋戦争の影響により、1943年に繰り上げ卒業となったが、特別研究生に就任したため、学徒出陣は免れた。吾妻久の指導のもと、戦中時より民法の研究に従事する。戦後の1946年、横浜経済専門学校講師となる。1948年には東京大学法学部助教授となり、1957年には同大の教授となった。その間、師である吾妻久の下で、民法改正や農地法制定などの調査作業を行ったという。また1954年、青年法律家協会の発起人の一人となった。1957年には理論的な体系書、不法行為を出版した。1961年、法学博士号を取得。1962年から1963年にかけてハーバード大学ロースクールへ留学する。1968年、東京大学法学部長、同年東大紛争により、東京大学総長代行、1969年から1973年まで、同総長。1978年から1983年まで、東京大学社会科学研究所教授併任。1983年、東京大学を定年退官。同大名誉教授に就任する。同年から1995年まで母校でもある成城学園の学園長、後に同名誉学園長になった。法制審議会の民法部会長を1979年より務める一方で、1970年の日本交通法学会、1973年の公害、環境問題に関する人間環境問題研究会、1977年の維持法学会、1984年の金融法学会、1991年の日本生命倫理学会など、新しい分野での学会の設立に尽力した。定年退官後、弁護士法第5条により司法試験合格者ではないが、法学博士課程を有する大学の法学部法律学科の助教授並びに教授を5年以上務めたことにより弁護士登録、加藤、西田、長谷川法律事務所を開設した。その他、財団法人交通事故紛争処理センター理事長、証券取引審議会会長、国民生活審議会会長等も多く務め、一時はその肩書きは130を超えていたという。1987年には紫綬褒章を授与された。1992年には日本学士委員会員となり、1996年には勲一等瑞宝章を授与された。2008年11月11日死去。延13位。吾妻久の学説を引き継ぎ、不法行為の相関関係説を発展させた。相関関係説は、改正前の民法709条において、不法行為成立の要件の一つに、権利を侵害したるとあったのを違法性ある行為と読み替え、その判断において、被侵害利益の種類と侵害行為の対応を、相関関係において判断するという見解である。日本の民法学会では長らく通説的見解であったが、近時、平井義雄らによって徹底的な批判がなされており、その一つに、権利とは法律上保護されるべき利益であれば足りるのであるから、ドイツ民法に由来する違法性概念を持ち込む必要はないというものである。現行民法709条は、法律上保護される利益を侵害すれば足りると規定しており、この改正は従来の判例、学説の流れとの整合性という問題を提起している。婚外子差別、撤廃へ、小宮山洋子ブログズ。ありがとうございます。